さん、なんか食べログってあるじゃないですか私は見たことないんですよであとアマゾンのレビューってあるじゃないですか星5つとかねああいうのあるじゃないですかうーん気持ちはわかるんですけどもああいうのを見て買う買わないの判断って私的にはないかなと思うんですよね私は自分で考えて自分で必要だと思って自分でお金を出そうと思うから他の人が何人買おうが買わないが 買うという選択ですよね。みんな買ってるじゃんとかね。いやみんなそんなん買ってないよとか関係ないというね。あの、それでポシャローがどうしようが全然構わないんですよね。むしろそういった購買のスキルですかね。もしくはなんかね、誰かが成功したから、誰かが失敗したから、だから自分はやるやらないではなくて、自分の まさに内側から出たものに対して耳を傾けているというかねで結局誰かの影響を受けてやる人って誰かの影響を受けてやらなくなるんですよ例えばネットビジネス塾でもねいいんですよねまあこういう動画のコーナーですからネットビジネス塾にしときましょうか誰かがうまくいったから誰かが儲かったからだから自分もやるという発想でね始めてなんか理想 的にことが進まなかったら今度はねうまくいってない人の声を聞きたがるんですよでなんかこのビジネスで詐欺っぽいよねとかね違法性がなんか確認されているとかう今度それを真に受けてこんなこと言ってる人がいるとかねああ自分は変なことやってるんだみたいなねとにかくこれは本当に日本人的というかね、うん、なんかみんなの姿を見て自分の 我が振りを決めるみたいなもう、まあ、どうしようもなく、うん、主体性のないというか、うん、みんなが雨の中傘さしてるから自分をさすみたいな発想になりがちですよだからねなんかこうみんなに合わせるとかねなんかそういう気持ちってわからないでもないんだけどそれしてる限りは同じだぞみたいなことですよね。 みんなが逃げる方向に自分も逃げるんじゃなくてうん大衆は間違うと多数派っていうのはまさに多数派なだけであってみんなで愚かな選択をし続けているから今こういうふうになっちゃってるんでしょっていうことをね知らなければならないかなと思うんですよ。もっともっと独特にユニークに自分的に変わりの聞かないような人間になっていかないといけないのにみんなと同じような 自分になろうとしている姿がそこにあるのかなって思いますよね。やるやる詐欺。確かにね。やりますやりますとか言って、がっかりすることばかりですよ、うん。で、やってる人も、なんかね、その頻度が低いというかね。そのペースで結果出ないんだったら、もっとやらなくちゃってことでしょってことなんですよ。YouTube 始めて、チャンネル登録伸びません。なんか方向性が間違ってるんでしょうか。 ね、質問がありますけども、方向性も何も、方向性がわかるほど、ログが残ってないよ。ね。1日1本か2本の動画更新で、なんとかなるんですかと。それで結果が出ないんだったら、それをもっとね、5倍、10倍、20倍に作業量を増やしていくしかないでしょう。とうん。とにかく一定の量がクリアできなければ、 動向、方性どうね、ん、それこそ私たちはビジネスのプロになろうとするわけですよネットビジネスのプロにねじゃあプロ野球の選手が1日3回の素振りでどうやってヒットを打つんですかねえ1日に 50m 走ってどうやってね足腰鍛えるんですかとそらやってるよやってるやらないよりはましというレベルでやっているけどもはやそれはやらなくても 同じレベルだと言わざられないかなと思います。うん。やらないというふうな言葉は使えないけども、やらないも同然だと、うん、いうことですよね。終わってますね。うん。でも、そういう心に火をつけるためにも、日々発信しようかと思います。いってらっしゃい。